ゼアミより、小林静九月2日から1945年1月24日は、日本の農学研究者。研究のみならず、農評、さらに新作農の創作など再起にあふれた活動で、将来を職望されたが、第二次世界大戦で戦死した。東京世田谷の生まれ、1932年、早稲田大学文学部国文学科卒業。卒業論文は、 農作者、関税信光について研究した、関税小次郎信仰自席校。これら農作者の研究は後に、代表作、洋曲作者の研究に結実することとなる。大学卒業後から、読売新聞、国民新聞などに、農票を掲載する一方、大学院在学中の1933年には、農学資料、第一集を刊行。1935年、 同大学大学院を修了。以後、千代田女子専門学校で講師を務めつつ、農学雑誌、関税の編集主任として活躍。関税流による歌い本、関税流体制版歌い本の刊行にあたっては、その推進役となった。その農学史研究は、多くの資料を用いた実証的なものであると同時に、新味と再起に満ちたもので、短い生涯の間に次々と優れた研究を、 発表した。特に、洋曲作者の研究に収められた農作者についての研究は、作者研究の基礎をなすものとして高く評価されている。また創作活動にも筆を染め、新作の鎌戸山、へっつい山、山田長政、ひざくらを発表。1944年、教育召集を受け東部、第二部隊に入隊、翌1945年第1627。 舞台にシア隊に属して、フィリピンへ渡り、ルソン諸島をミンドロ島で戦死。去年35、農学研究者の表彰は、洋曲作者の研究の再販にあたり、小林を記載と表し、カンアミ・ゼン弥、元宮ミ三ゾウ・シンコーらの農作者の伝記、作風について、今では常識化している学説の多くは、同書の任意に由来していると述べている。 例えば小林の宮像についての研究は、謎の作者と呼ばれる彼の正体を掘り起こすための、先駆をなすものである。四曲の新作能についても、後期2600年放縮記念として作られた、かまど山こそ、高砂などの典型的な脇能をなぞった内容だが、他の三編は構成などに優れた工夫が見られ、煎じ色の色濃さという難はあるものの、技法的には、 4人の追随を許さないとの表がある。旺盛な活動を見せた小林のよう、農学研究者の西野春夫は、本来なら、戦後も、学会と農学ジャーナリズムの両面で、指導的な位置を占めたはずの人と評価している。1933年に、君江夫人と結婚、次女がある。君江夫人は、洋曲作者の研究再犯時の後書きで、 大変不器用で遊び事は何もできませんでした。暇さえあれば、原稿用紙に向かっている人でしたと王子の姿を、印し、今にして思うと、自分は短命だとわかっていて、少しでも多く書き残しておきたかったのかとさえ思われますと考えを述べている。またその後書きには、小林の母が九十近くになっても健在であること、母思いの長男であった、 小林のことを思っては涙をふくる応募の姿が記されている。酒は飲めなかったがその代わり、喋りすぎるあまり興奮し、眠れなくなってしまうほどの多弁であった。農学評論家の三宅城、農学士の桜勘同友など、農会の多弁家で七限界なる会を作り、この会では多元員を称した。桜勘道夫は絶対の自信を持っていた。 高砂の難を小林に看破されたことがあり、その感性と農評価としてのスタンスを高く評価している。また、大岡昌平、不良期には平役中の小林をモデルとした人物が登場する。ありがとうございます。